こんばんは。今日はですね、創発チャンネルと岩立チャンネルのコラボでお届けしたいと思います。私もですね、実は創発プラットフォームの仲間にですね加えていただきました。創発プラットフォームの客員主任研究員の岩田と申します。よろしくお願いいたします。それではですね、今日は自民党で長年ですね職員としてこうご尽力されてきました田村重信先生、そしてですね民主党で鳩山内閣の官房副長官をお務めになられた松井浩二先生にお話を伺いたいというふうに思います。まずですね、田村先生、まあ、本当にいっぱい出されてます、はいはい、この本が最近の中ではあれですか。これね、僕はあの会社の顧問なんかやってるんですが、はい、あの社員教育でこれをテキストで気配りが9割、ね、これをテキストでね、これをやってるんですか。やってるんですよ。結構受けてるんですよ。これでも面白いですよね。面白いです。私、あの竹下登先生の中のスピーチのことが書かれてたじゃないですか。あれちょっとご紹介いただいてよろしいですか。あれはだからよくほら結婚式なんかでもね、長い結婚式あのスピーチする人いるでしょ、はい、で料理が出てきたね、まあ、他の会議もそうですけど、だからそういう時にはね、竹下さんはね、あの一言言うわけですよ。幸せは長く、挨拶は短く、以上竹下登でした。いいですよね。でもこれやっぱり忘れない、逆に印象的ですよね。そうです、うん。この前もね、会津のね、あの番下町っていうところで呼ばれて挨拶したんですが、はい、その挨拶をちょっと入れたらね、みんな喜んでましたよ。やっぱりね、政治家のパーティーとか行くと挨拶長いですからね。それとね、あの司会ね、司会、はい、僕はあの最近ね、あの列伝、宮田てるっていう本が出たんですよ、はい、NHK のアナウンサーで紅白歌合戦の司会者やって超有名なね、その中で僕はあの第2回目の選挙、第1回目はね250万票取って、はい、全国で、で2回目180万票ぐらい取って、その時に僕選挙参謀やって、でその時に僕はあのその本にね、あのコメントをしたりしてますけどね、司会ってのはね、やっぱりどうあらなきゃいけないかというようなことをそこで教わったりいろいろしてましたけどね。だから結婚式なんかでね、まあ、いろんなところもそうですけど、こう例えば来賓が挨拶するでしょ、はい、でただいまの挨拶はこうでしたって、あの解説する人がいるでしょ、しかも解説いらないんですよ。ね、だから挨拶が終わったらありがとうございました、はい、次は岩田篤先生ですって言えばいいんだけど、例えば松井先生の挨拶はカクカクしかじかです。いますあれはね、司会としてはダメね。でもね、分かんない人いるんだよね。でもそれがないともう話整理できないぐらい長いのかもしれないですよね。いやでもね、聞いてれば終わりなんですよ。整理する必要ないんですよ。次に移ったらいいんですよ、司会者は。その選挙 の、 あの、うん、参謀されてたのはもう先生がすでに自民党の職員になってる頃ですか。職員になってね、あの本には29って言ったけど27ぐらいの時ね。面白かったですよ。先生は大学卒業されて、その後に一旦宏池会に、派閥のね、大平正芳さんが派閥の会長で、当時大蔵大臣です、はい、日内閣で、で大林で鈴木善光さんがずっと派閥の事務所にいましたよ、はい、そこへ縁あって入りましたよね。今でもそういうのあるんですか、その宏池会に入るっていうのは。あるんですよ、事務局。何人も見ませんけどね。あ、そうなんですか、はい。でそこから今度は自民党に入られて。そうですね、自民党に移りました。で、まあ、今日ここにはあのあんまり先生あれいろんな本をお持ちですけど、私がですね印象的だったのはやっぱ安保、はい、安保法制という自民党の安保の田村というぐらい有名な安保のあれですけど、はい、そこに至る前までにいろいろ他の仕事をされてるんですよね。だから僕はだから宏池会入った時に、いわゆるその池田勇人総理大臣の時の高度成長を作った、はい、所得倍増を作ったあの下村治さんという、はい、あの経済評論家がいますけど、それをその方を中心とする勉強会をやってましてね、それの下請けのバックアップする大蔵省だとか銀行の方だとか大学の先生、その会土曜研究会ってのがあって、それに僕ね、あの頼んでね、事務局長に頼んでね、入れてもらったんです。へ、で最初はさっぱりわからないですよ、鉱工業生産指数がどうのこうのってわからないけど、でもだんだん聞いてるとね、わかるようになってきて、だからしばらくして僕はあの財政経済には一かげあるんだなってね思ってたことあります。でそこから、次に一番最初に手掛けられたのは宏池会で、その次には何をされたんですか。いや、その次はですね、ちょっとまあ
いろいろ藤井博久さんの全国の選挙、それをまずやったりとか、あと一時村山達夫、はい、衆議院議員の秘書をちょっとやって、でその後だから自民党本部の、職員になって、でその時入ってすぐですね、今度試験があってですね、試験合格して、今はもう一般的になりましたけれども、自民党の総裁選挙党員参加で やる、はいはい、あれの仕組み作りをまずね僕らやりましたよ。それで党員を増やそうって言って、当時の全国組織委員長が竹下昇さん、はい、国民運動本部長がね、中川一郎さん、そんな時代でしたよ。でそれからやっぱり全国組織委員会ということで党員を、ね、150万円増やすとか、あるいは党組織をどうするとかっていう話になって、それで僕はだからその当時 の部長にね、党員を増やすのはいいけど自民党員ってのは何をしたらいいかって分かんないじゃないですかと、うん、でそれについてね、僕は自民党の党員版ってあるから、そこへ僕連載したいんだけどどうですかって言ったら、その部長、おいいじゃないかって言って、で僕原稿書いて、で部長見せて、それでやりましたよ。でそれで新しい党員になった方がですね、読むね最初のテキスト、自由民主党の姿っていうの、はい、これすごいですよ、100万部以上これ出ましたからね、大ベストセラーですよ。これ書かれたんですか？書かれました、まあ、そういうやつとかね、あとは全国研修会とかいろいろ研修局担当してましたから、はい、そうするとですね、これも僕のアイデアで、演説の上手い政治家っているんですよ。例えば渡辺公三さんとかね、クジラ岡氷介さんとか、あとはその選挙の戦術戦略で深谷隆さんとかね、はいはいはい、あとは選挙の戦術戦略佐藤文生さん、これはね、ジェラルド・カーチスの大義士の誕生って本があるから、はいはい、僕は政治学の中で一番の名著はそれだと思ってるんですが、そのモデルになった佐藤文生さんのやつとかね、あとはやっぱり野党批判、これは渡辺公三さんね、あと野党の批判に応えられたのこれは宇野宗介さん、自由社会を守るために中尾英一さんとか、こういうやつもね、せっかく喋るってもらったんだから、それ活字にしたらいいんじゃないかって、で僕が提案したらいいじゃないのって、それでこれやったりとか、あとはねカセットテープ作りましたよ。カセットテープですか？音で聞けるって、今ならね、まあ、スマホでいろんなことできるんで、当時はもうカセットですか？カセットですよ、そんなようなことをねやりましたよ。そうやって全国組織委員会でねいろいろやりましたよね。あとあれも先生なんですよね、魚の、はい、その後ですね、僕は政務調査会へ異動になりましてね、でのそれでその時にね、僕は経済担当やりたいって言ってたら、農林水産も経済担当だからって言ってそれで、ね、農林水産のね担当になりましてね、そこではまあいろいろやりましたけど、一つはね、林野庁がね、緑の羽ってあるでしょ。あ、ありますあります。あれあんまりうまくいってないんですがって僕って来るもんだから、じゃあそれ赤い羽ってあるでしょ、はい、あれうまくいってるでしょ、はい、ちょっと調べてみたらって言って、で持ってきたんですよ。そうだろうって、君のところやってないだけじゃないかって、緑の羽を、うん、だから僕は当時幹事長だった安倍晋太郎さん、はいはい、安倍晋太郎さんのところで頼んで、自民党の役員にみんなね緑の羽つけさせて、で入り口に緑の募金箱を置いたりして、で担当林野庁の担当課長にね、これ総理のところ持って総理にもつけさせたらいいよ大臣にもって、それからテレビのね、NHK のアナウンサーいるじゃない、あれにもつけさせたらいいじゃないかっつって言ったの。そしたらその担当課長は実行力のある人で、僕の言われた通りやったら全部実現したの。だからそういうことなんですよ。それでね、当時中曽根内閣で200回り時代、アメリカとソ連で200回りでその魚を取りに来ちゃダメだって締め出されちゃったんですよ、はい、で遠洋漁業やったのは日本に帰ってくるでしょ、沿岸でも漁業やってるから結局その船必要になるからスクラップするんですよ、うん、で外交交渉でダメだからって国が保証しますと、で地域北海道のある地域でもそれで打撃受けるでしょ、で救済対策やると、もう大変な話だった漁業は。だから当時水産業っていうのは最低な最悪の業種で秘境産業だったんです。そのはですね、当時そのソーセージだとかハムだとか肉を食べるようになって、魚離れですか？魚離れで骨があるでしょ、はい、匂いがあるし目ん玉があるとか
でまな板のない時代だとか言って面倒くさがってた。それでね、さ結局消費拡大するしかないだろうと思って、うん、それで最初に美味しいお魚ヘルシーライフっていうことでキャンペーンやったの。ダメだったんですよ。なぜかっていうと食べ物ってみんな健康にいいからそりゃそうだ、ね、そしたらね、あの共同伝で情報が入ってきて、イギリスのマイケル・クローフォードさんっていうのが原動力って本を書いて、アメリカとあの日本の日本人の子供の知能指数を比べたら日本人が高いと、どうもそれは魚を食べるからだという話になってね、じゃあその本をあの取り寄せて翻訳しようとか、マイケル・クローズさんっていう人がどんな人か調べて、できたら日本に呼んでね、でそれであのシンポジウムっていうか討論会になろうかと、そういう話をやって、でそれは実現したんですよ。で実現したらあの出版社からそれを本に出したいと、うん、まあ、いうことでね、それであの本になったんです。 KK ベストセラーですから、魚を食べると頭が良くなるこれ10万部ぐらい売れたんですよ。それでまあポスターなんかも作ったんですけど、もうまだまだだったんですね。でね、続編っていうのも作ったんですよ、こうやってこれはね、筑波に呼ばれて、その著者の鈴木さんっていうのがね、はい、魚を食べると頭が良くなるっていうのはあのブームになったんですよ、うん、どうしてブームになったかってことを僕に話してくれっていう、それで話をして、次また本出しましょうと。そしたらその DHA ねに関係する会社があるでしょ、うん、でその会社からみんな原稿書いてもらって、それであの本出すから本何部か買い取ってもらうと、それができれば僕は出版社持ち込むからって、それでこれできたんですよ。その映画はこの坂井典子のノリピーなんですね。ポスターもそれで作ったんですよ。でそんなことやってたんですが、まだまだだということで、あの水産流通課長の石原さんというのはその後事務次官になるんですが、彼がジュネーブから帰ってきた時に何を言ったかというと、あのジュネーブの日本大使館の人が知らなかったと、この話を。でがっかりした。と飛行機で帰ってきたら音楽あるじゃない、ですぐ連絡して、タモさん音楽どうっつって、それで僕はサンミュージックの社長に連絡してお魚の歌作ってもらったので、いくつか作ってもらって、で僕らは決めるのはダメだから水産庁の若い職員に決めてもらうって、それでお魚天国って歌を選んでくれた。あの魚魚魚ですね。 そう、それは魚がの種類がいっぱい出てくるからってことで選んだらしいんだけどでそれをだからまああの全業連に渡したりして、スーパーとかお寿司屋さんかかってましたよね。それでやるようになって、それが一般発売されるようになって、そのうち保育園だとか幼稚園だとかなんかもやるようになって、それが大部分になったわけです。それで魚食べると頭が良くなるということで、やっぱりそのお母さんたちはね、自分の子供を頭良くしたいから魚を食べるようにしたわけですよ。いやもうなんかね、私のね高校時代なんかね、試験の日だけなんか魚の目玉食べてるやついましたけどねそんな今だけ食べたらダメだろっていうね。だからね、今まで捨ててた例えばね、あのマグロの目玉がね、スーパーで売れるようになって、あそれ出てからですか。それで日本カツオ連盟の会長にね、これ田村さんのおかげだよなんて、えらい喜ばれましたけどね。目玉がねスーパーで売れるんですでその次にあれですよね、もう安保に移られるわけですよね。そうですね、その後安保に移りましたよ。安保っていうとやっぱり一番最初にあの心をなさったのはあれですか、 PKO ですか。そうですね、最初にだから僕が担当になったのは、あの総会手が出た後ですか、ね、あ総会手が出た後ですか、湾岸戦争の終わった後、うん、だからその前にだからあれですよ、あの多国籍軍の応援する法案出したけど、はい、これがポシャっちゃったダメでしたね。それで PKO のね法案作ろうと、まあ、いう話になって、それで PKO の法案作ったんだけど、まあまあ最近では平和安全法制ってありますけど、あれ以上の、あの抵抗と批判がすごかったですよね。それでまあ結局役所の人はね、法律が成立しないと解説書は書けないっていうんで、それで僕がこれ作ったんですよ、PKO の一問一答っていうのは。これもね何百万部かなんか出たんです。これ僕が作ったんです、ね、PKO、そういうのをね、作りましたよ、そしたらね今度はあの小沢幹事長が辞めて、やっぱりそういう小沢一郎さんですよね。そういうのも踏まえ、まだ PKO できる前ですけど、はい、やっぱり日本が国際社会に貢献しなきゃいけないだろうと、まあ、いうことで
国際社会における日本の役割に関する調査特別委員会というのを、ね、作ったんですよ。通称小沢調査会。そうそう、それは僕事務を、ね、担当することで、それはこれ提言ですよ。すごいですね、これ歴史的な資料ですね。これのね、凄さはね、何かって言ったら、小沢さんが田村さん英語を入れてくれてる。英語、あ、そうなん、全部英語入ってる。へ、今はね、我々あのポピュラーですけど、当時英語を入れるっていうのはね。でこれはだからアメリカとか外国にもこれ行けちゃうでしょ。あ、じゃあそれによって小沢一郎さんが国際政治家に躍進するわけですよ。ちょっと今もうちょっと最近影ないですけどね。いやいや、もうそれはでもあれだけ長く日本政界に君臨したわけだから、いや、すごいですよ。だからそれのものもあってね、その後自分が自民党が細川政権になってね、それで橋本さんにどうしようかっていうことになった時に、その小沢さんがこの本を書いてるわけですね。はいはい、これが、まあ、これ売れましたね。これ売れましたね。私も役人時代読みましたよ、ね、あ、私もこれ高校の時読みました。出たでしょ。だからね、やっぱり政治家は本書かなきゃダメだろうということで、僕は橋本さんに本を書くようにね勧めたんですよ、うん、そしたらさ、あのブレーンっているじゃない、はい、側近とかっていうの新聞記者で、でそれが反対するわけですよ。反対ですか。そうそうそう、本なんか出してもね、どうのこうのって、でそれを僕は説得するわけですよ、橋本さんに。やる、で新聞記者だから本を出す意味って全く分かってないわけ。へ、で説得して、それで本を出すようにして、それで出したのはビジョン・オブ・ジャパンって。僕は最初ね、あの日本のビジョンっていうタイトルで本出そうと思って、うん、図書館行ったらね、あの経済評論家の田中直樹さんが日本のビジョンって本を書いてたから、だからこれね、ビジョンジャパンにしたの。それはなぜかって言ったら、あの小沢さん の提言が頭にあったから、将来英語で本を出したいなと思ってたから。ああ、ええ、それで想像したんですか。そうそうそう、それで出してですね、そしたらあの外務省の OB の方がね、あの来られた時に、この本いいからぜひ橋本さんね、英語でも出したらいいですよって言ってね、言うわけですよ。それで橋本さんが僕の顔見てね、おい田村君そう言ってるけど OK って言って、それで英語の本出したんです。ああ、ビジョンオブジャパン英語の。へえ、ほんでこれアメリカ関係者とかそういろいろ配ったりなんです。それで橋本龍太郎も国際政治家に躍進した。はい、あ、そうですか。ええ、でその前講談社からあのこういうのも出してくれって言って、政権奪回論、まさに政権奪回したわけですけど、ね、だから本を出すっていうのはね、非常にいいわけですよ。当時あの橋本は政調会長だったでしょ。で総裁は河野さんです、はい、で河野さんも本出してりゃよかったんですよね。出せなかったでしょ。だからあの時はね、政治家本って結構ね、あのブームだったんですよ。小沢さんでしょ、うん、あとは竹村正義さんのね、キラリと光る小さな国とかね、そういう本だとか、あとはまあ、ちょっと違う本で浜田あの光一さんありましたね、日本をダメにした9人の政治家、そういう結構そういうね、あの本が結局評価されて、で僕はだから本を出すっていうのはやっぱりその政策があるし、自分は持ってるものはこうだよっていうのはね、あのアピールできるし、やっぱりそれを知りたい読者にはね、それを届けられるからということでこれを出したんですよ。あれですよね、まあ、もろ刃の剣なところがあって、うん、やっぱりこれ出したら後で違うじゃないかっていうふうに言われる可能性もありますよね、うん、だからそういうふうに、だからあの新聞記者なんか言うわけだけど、うん、それはやっぱりまずいだろうと、うん、やっぱり政治家っていうのはあの言ったことを実現するし、ね、俺はこういうの持ってると、うん、でこれね、あの出してすぐ10万部売れたでしょ。あ、10万部売れたんですか、うん、へ、だからそれだけ大したもんだ。だこの差ですよ。河野さんがなぜあの総裁になったけど総理になれなかったって、橋本が総理になったかって、うん、僕は本これだと思いますよ。本を自分で本を出したの。そう、確かに中身があるかないかの違いになるから、うん、安倍総理も出してましたね。出したし、それから麻生さんも出した、はい、みんなだから出しますよ、うんうん、そうですね、確かに言われてみると、うん、政治家って売れた本出してる人が結構総理大臣になりますね、うん、それでね、あの橋本さんが総理になって調子が悪くなったから早く本出そうって言って、なかなかね連絡来なくて、やっとそれでこれ出したんだけど、やや手遅れだったですね。ぶったたかれてます。こんな本まで書かれてたんですか。そうそうそう、知らなかった。いろいろやってるんですよ。これちょっとよろしいですか、はい、これは橋本さんの魅力について書かれたんですか。そうそうそう、いろんなあの新聞記者が、いや面白いですね、うん、よくテレビ今出てる人たちがですよ、誰とは言わないけど、
変は田村先生ですか。そうですね、変僕のアイデアだからみんな。あ、そうだ。じゃあ今有名でテレビ出てる人もその中の一編を書かれてる。書いて書いて、うん、そうです。後で教えますよこれ終わったらでも橋本夫人も書かれてるんですね。はい、そういう、ね、のでねやったんですよ。橋本龍太郎先生はもうちょっと長く、ご存命でね復活してほしかったですね、うん、僕。そうですね、あれやっぱり消費税問題でねテレビで二転三転したっていう、うん、だから本当直前で変わりますよ、投票行動は、うん、怖いですよ。くしくも私が橋本行革でお手伝いして、あ、それができて基本法まで仕上げた後の参議院選挙で、それで自分がやった行政改革で官邸の強化もしたし省庁再編も案ができたというところで、98年の夏の参議院選挙で、しかも途中までは県庁だったんです。で最後の1週間サンデープロジェクトで田原総一郎さんとの問題で、いや僕覚えてます。僕ね、あの時ね、僕も変わった中学生だったんですけど、ね、あの時中学校2年生だったんですよ。いやそれは変わってますね、それ覚えてるっていうのは。いや中学校2年生でなんで覚えてるかってね、あの時橋本龍太郎応援してたんですよ僕、うん、ところが自民党が負けたじゃないですか、うん、もう自民党負けたら日本終わりだとかって思って泣いてたんですよ中学校、まあ、結構変わってましたね、いや本当にあの橋本さんが自分で作った行政改革をね、はい、自分が総理大臣としてあの敗戦のおかげでですね、まあ、スパッと辞められたんですよ、これがまた、うん、辞めたんですよ、やっぱり参議院で負けちゃったから、これ同じような議席でね、あの辞めてない方もいらっしゃるんですよ歴代で、うん、あのだけど辞められたんですよね、さっと。だからあの時あの橋本さんが辞めずに粘ってたらどうなってたか、まあ、ちょっとそれは分からないし、うん、まあ、そもそも負けてなければね、うん、どうなったか、あのね、潔い人ですよ、うんうん、そうか、行革の一番最初にやったのは橋本内閣ですね。そうですよ。で橋本さんは行革だけじゃなくて、おそらく田村先生なんかのいろんなあの知恵があったと思いますけど、いや逆にちょっとね、あの広げられすぎたんです。あ、六大改革といってね、確かに全部連動してるから日本の改革をここはやらなければいけない、うん、特に細川政権があったから、自民党はやっぱりここで改革政党にならなければいけないって非常に気負われて、うん、行政改革も財政改革も社会保障制度改革も金融改革も教育改革もっていう、こう全部広げすぎてですね、ちょっとあのやや政治的にちょっと気が散っちゃったかもしれないですね。であとですね、村山政権の時に沖縄であの米兵による少女暴行事件がありましてね、あれがまあ、あの大きな問題になって、その時に大統領は日本に来るっていう話があの来れなくなったりあのしましてね、うん、その後あの橋本政権になって、うん、それで最初にクリントンと会う時に、あの時にあの誰も想定していなかった普天間返還を言うわけですよ、うん、そんなことはありましたよね。であれもだから撤去可能な陸上において、そしてしばらく時間が経ったらそれをねやめることはできるという、うん、そういうアイデアまで考えてやったんですけど、なかなかね難しいんですよ。地元はね、それだと地元の業者がね潤わなきゃダメだからって、それで埋め立てになったりして変な話なんですよ。あ、そうだったんですか。そうなんですよ。いや結構複雑ですね。いやだからあの時にその通りやってればよかったんだけど、その時にまた住民投票やって負けたりして、うん、でみんなだから言うのは賛成だけど、なんかそういうのは自分と来るのは嫌だみたいな話で、うん、それで名護の東町はね自分で受け入れると、うん、でも責任を取って自分は辞めると、まあ、いうことで総理官邸まで行って、それで出直し選挙があったんです。その前にまあ住民投票あって、で僕は野中さんに呼ばれて、今度はあの名護の市長選挙あるから、今まで住民投票なんかで東京からいろんな人がいてガチャガチャやって帰ってまずかったから誰も行かせないと、うん、田村君君行ってこいっつって全部全権委任されて、それで市長選挙を勝ってきたんですよ。あ、そうですか。ちゃんと戦略も練ってね、そんなことはありますよ沖縄についてはね。類々たるね、そのあれこのこれ収録の後アップされるのは少し後だと思いますけれど、この週末も沖縄に行かれるんですよね。沖縄って50周年の。あ、そうなんですか。だからこうやってあの沖縄についてご苦労された方々がたくさんいらっしゃって、うん、まあ、その基地問題って本当になかなか大変なんですよね。そうですね。でみんな関わった人はその大変さはすごくお分かりで、うん、野中先生なんかも一番よく分かっておられて、うん、であの民主党政権できた時なんかはね、
やっぱりそういう経緯がきちっと分かってる人が少なくて、うんうん、でこう理想論とか一部の声を聞いて、うん、その複雑な関係を必ずしも理解しないでこう突っ走ってしまって、それでみんなこれはもう難しい問題でそんな簡単にいかないというふうに分かってる人は分かってた。例えば今自民党に行った松本武明さんとか、はいはい、長島さんとかみんな分かってて、それを引いたんだけど引ききれなかったですね。だからこういう本当に経緯を長年にわたってその表に出てる世界だけじゃなくてその裏事情も含めて分かってるような人たちがやっぱりその支え続けているのが自民党の強みで、うん、それは民主党的に言えばそれはしがらみじゃないかということなんだけど、うん、しがらみという一言で切り捨てられるような問題ではないです、うんうん、人間の生活とか、うんうん、あの外交問題とか全部関わってますんでね。だからあの非常に今の話を聞きながら、あ、そういう時代からずっと支えてこられて、うん、未だにね、田村先生あの自民党辞められてもね、うん、やっぱりこう沖縄問題について個人的に関わっておられるっていう、であとね、だからそういう意味で言うと経済対策、振興対策をやろうってどでかいのを作って、で野中さん事務総長になったりやって、それで太田知事はあの国際形成都市構想って抽象的なんですよ。で具体化しなきゃいけないって言って、で僕はだから飛行機運賃下げるという話と、それから高速道路の運賃を下げるという具体的なアイデアを持って両方実現させましたけどね。でそういうのがあって、あの観光客もね、割合安価に行けるようにしたわけですけど、だから具体的に一つずつやっぱり問題をクリアしていかないとね。結果責任ですね、やっぱり。そうなんですよ。やっぱ私いつも先生とですねお話伺ってて面白いなというふうに思うのは、先生は政治家ではないわけですよね。だけど、うん、政治家以上に政治家的というかですね、そういうことをやっておられる方がやっぱり自民党におられると、これやっぱり自民党の強さなんじゃないかなというふうに私なんか見てて思うんですけど、松井先生もよく分かっているのに、政治家ってね、そのポストに ついたら実権握るんだけど、外れたらね、ダメなんですよ、うん、で僕はずっと防衛やってますから、そうすると防衛だけでこんな本があるでしょ、ええ、でだから平和安全法制の時なんかはその前にもね、僕にだから国会出たらいいじゃないかって議論あったんだけど、で僕は出ないって言ったの。だってこれから大事な仕事あるから。そして平和安全法制の時は僕は事務局の責任者やから、こんな楽しい話ないんだからさでそれでやって、俺でこういうの作るわけよ、閣議決定するでしょ、その意味も分かんないから。だから最初の安倍政権と安保法制って、これも売れましたよ、ええ、みんなこういうの僕が作んないとどうにもならないから、政治家になるとポスト外れるから心配だから政治家になるよりもね、やっぱりその事務的に中心にど真ん中にいてでやった方がいいなと思ったから、ええ、本当に日本の防衛政策とかですね、ええ、いろんな本書かれてますよね。官僚でも、まあ、だんだん官僚の働き方がね、まあ、今日のテーマとは違うけれど、どん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 雑用が増えてですね、ちょっと御用聞きみたいなこと、あるいは場合によってはこう小疲れ回すような変な役回りをね担わされている中でね、やっぱりこう本当にスタッフ、どこの国でもそうですけど、政治側だけです、うん、政治なんて動かせないんですよ、うん、それはそこできちっとずっと定点観測してですね、過去の経緯を知った上でどこを変えてどこを守るかっていう判断を継続的にしている人たちがいて、で最後政治家はそこと一押し、ここで先生頑張ってくれみたいなところで腕力を振るうっていう、それが政治家の仕事だし、そこのこう歯車が合わないとですね、自民党はやっぱそれがやっぱりなんだかんだ言って自民党が一番できてる。そこがね、今日本の政治全体になくなってるのは大問題です。そうですね、自民党もひょっとしたらちょっと弱くなった。アメリカの場合はね、シンクタンクっていうのがあるからきちっとそこでいろいろやってますけど、日本の場合は霞が関だけですから難しいんですよ。その霞が関がちょっと最近、非常に厳しい状態に置かれてますね。だからそこをだから改善していく努力を、まあそういう意味で言うとね、岩田先生とか松井先生なんかいるから、そういうのをこれからねみんなで協力してきちっとやっていったり。いや、田村先生そんなこと言わずに、いや僕ご自身ご自身僕も孤軍奮闘一人でやります。いや、一緒にやりましょう、一緒にやりましょう。三本の矢になるやつ正解いや本当にお忙しいところ、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いい話を聞かせていただきました。